今日はですね、皆さんに、仮暮らしのアリエッティ種田洋平店の、いろんな展示物を仮組みしている倉庫をですね見に行ってきたので、その時のご報告をしたいと思います。仮組みをしているのは都内の割とあの下町の方にあるところにある大きな倉庫街の中に組んでるんですけども、初めて行ってこう覗いた感じはですね、すごい巨大だってことでした。もうなんかこう倉庫中がですね、そのアリエッティのその造形物でこう埋められているんですけども、これを見た時の率直な感想は、種田さんはここに街を作ろうとしてるのかなって感じがしました。なんかヨーロッパの本当に路地が細いところにこう両側に壁があって、その石造りのこう町なんかあるんですけども、そのイメージに非常に近くて、こう両側にこう壁があって、こう部屋がいくつもこうあって、こう覗きながら探検できる感じがですね、すごくこれは町なんだなって感じがしましたね。谷田さんといったら、そのスワローテールの時もエンタウンっていう町作ってましたし、最近ではザ・マジック・アワーでもこう架空のですね、こう映画のセットのような町作ってましたけども、やっぱり今回も作ろうとしてるのは街なのかもしれないっていう感じがしました。まあ実際にはこの床の下の世界なんですけども、それだけ巨大でなんかこう作り込んでる感じが僕にはそういうふうに思いました。まだまだ全然ほとんどですね、細かい作り込みが何もされてなかったんですけども、そのスケール感だけは十分に伝わりました。あといろいろ小物を見てですね、面白かったのは、巨大な接着剤の、まあ、人の身長の、まあ、肩ぐらいまである大きな接着剤が置いてあったんですけど、これ最初見た時に、あれこんなでっかい接着剤って作ってるのかな、それともこれは展示物なのかなっていうのが本当にわからないぐらい、もう細部にまで作り込まれてて、あこのクオリティで全てのものができるんだったら、やっぱりものすごいものができるんじゃないかなっていう感じを予感させました。でちょっとこれ余談ですけど、それを今回取材も兼ねて行ったので写真をいろいろ撮ってきたんですけども、写真撮ってきたやつをできる、まあこっちでパソコンで見てみたら、それがですね、本物なのか巨大な作り物なのか全然区別がつかなくて、なんかやっぱり人間と一緒に写んなかったらなんか失敗なんだなと思うぐらい本当に良い出来だったというのが印象的です。これからですね、6月の末に向けてどんどんこの仮組み作り込んでいくんですけども、定期的にですね行ってはですね、今どんな様子になっているのかちょっとこの場でお話ししたいと思います。ますます楽しみになる、仮暮らしのアリエッティ種田洋平店の現状を報告いたしました。